ごちそうさまでした。今日は鶏焼肉、三重県の名物ね。そう、松阪の名物、はい、食べに来ました。で、前に藤ヶ丘さんを YouTube で紹介してますけど、はい、白いご飯にのせる鶏焼肉、どっちの店もどっちも美味しい。美味しいね。もくもくロースターで、うん、お店でしたけど、うん、綺麗になっちゃってました。なってましたね、うん、そうそうそう。今日のヒットはせせりでした。せせりのね、ちょっと焦げた感じ、味噌の焦げた感じと白いご飯がね、コリコリっとした感じがね、うん、とっても美味しかったです。はい、でもまた、鶏焼肉松阪まで食べに行きたいと思います。はい、また違うとこもチャレンジしたいなと思います。そうかそうか、違う店もたくさん車でにあったね。道中いっぱいあったんで、ここはもうほんと老舗で有名店です。はい、では三重県に来たらぜひ松阪の鶏焼肉、また鈴鹿の鶏焼肉もぜひ食べてみてください。ぜひお越しください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちょっと熱いかもね。はい、では食べてください。いい匂い。甘い匂いね。うわー、熱い。熱い。やけどするね、ひっつくと。大丈夫。大丈夫、いい頃加減。ちょっと熱め。美味しい。美味しいね。で、こちらに美味しいお茶も買ってきました。車の中で。酢の名物。
蜂蜜まんじゅうです。蜂蜜まんじゅうです。